マンホールの蓋を販売します。イエーイ。ゆきさん、はい、マンホールって知ってますか？マンホール、はい、マンホール、あの道路にあるこう蓋ですよね。はい、はい、下水道のマンホールってのは、うん、はい、蓋が、うん、あの表面にあるんで一番わかりやすいんですけど、うん、あの中に下水の管が通っていて、はい、その管をメンテナンスするために、うん、あ、そうか、マンホールっていうのは蓋のことじゃなくてその穴のことを言うんですね、はい、そうなんです。マンホールだから、はい、マン、人が入れる穴のことをマンホールって言うんです、はい、あ、そうなんですね、はい、マンホールって結構人気ありますよね。ここ数年でかなり人気が出て、うん、あのマンホールカードだとか、うん、結構皆さん聞いたことあると思うんですけれど、うんうん、マンホールカードでっかく印刷してきました、うん、市内に実際にこれが埋まっているのでここにヒントが書いてあります。皆さん探してみてください。うん、ちなみに私あの広島カープのファンで、はい、マツダスタジアムの周りに、はい、カープのこうマスコットキャラクターのマンホールが結構あるんです、はいはいはい、あのぜひ今度そこ行った時はマンホールカードをもらってきて、うん、はいはい、マンホール女子とかマンホールあって言うらしいので、はいはい、カープ女子とマンホール女子、はい、はい、分かりました。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、今回はそのマンホールの蓋を販売するんですね。はい、松本市としては初めて売ります。あの、うん、10枚限定で今回販売させていただきます。はい、比較的状態のいいものをこちらの方で選ばさせていただいて、うん、まあ、柄も違うようなのを頑張って選びました。松本の亀甲柄、手まり、あと旧畑町、旧あずさ川村、旧志賀村、この5種類を販売します。うん、これが赤松で、これがツツジです。で、これが旧畑町のマークになります。これがカジカで、これがリンゴの花で、これが金生寺山です。これが福寿草で、これが赤松です。現物を1枚、はい、一番小さいやつを持ってきました。はい、これはなんとか一人で持ってます。はい、5キロぐらいです。あ、そうなんですね。はい、後ろ側です。うん、いろんな色がついているんですけれど、赤だとか青だとか、はい、うん、これはあの4年に1回松本市の方でマンホールの蓋を点検するんですけど、うん、その際に点検したよっていう目印をつけるために色をつけてあります。うん、これが市内で一番あるポピュラーなやつです。うん、これも同じ手まりなんですけれど、この色味の違いってどういうところからできてるんですか？こちらの あまり錆が目立たないような柄のやつは、うん、あの比較的車がたくさん走ってる道路とかで、はい、うまく錆びていったって言いますか、あのよく摩耗していったような感じになります。うん、ちょっとなんかツヤもありそうに見えますね。はい、こっちの結構錆びが目立っているような柄のやつは、うん、あまり車が通らず、あのうまく錆びていかなかったと言いますか、うん、これ錆びっていうことなんですけど、はい、これはこれで私すごいね素敵だと思うんですよ。なんかアンティークっぽくて、はい、いいですね。皆さん気に入っていただける1枚を選んでいただければと思います。うん、市内に何個ぐらいあるんですか？市内全部で4万8000個あります。うん、結構たくさんあるんですね。はい、これあの今回売りに出されているマンホールっていうのは、はい、使えなくなってしまったというか交換時期が来たものっていうのがあの売りに出されているのかなと思うんですけど、はい、何年ぐらいのスパンで買えてるんですか？大体15年なんですけれど、うん、年間大体400枚ぐらいを買えてます。このマンホールたちを皆さんのところへ行ってそっちの場で活躍してもらえればと思います。これ実際にあの買った方って、はい、なんかどうやって使うんでしょう？実際に買った方は、うん、あの自分の庭に、うん、まあ、置いて玄関先とかに置いてみたりだとか、はいはい、あのお店やってる人とか、うん、店先とか店の中に飾ったりっていう方もいますし、うん、中にはその自分であの色塗ってカラーマンホールを作ってみたりだとかっていう人もいるみたいで、結構あそんな方法もあるんだって、うん、あの人が多いですね。うん、なんか楽しみ方がいろいろありそうですね。はい、インターネットでの申し込みか、申し込み用紙を広島浄化センターへ直接持ってきていただくか、うん、郵送でも受け付けます。うん、9月5日の月曜日から9月30日までですので、はい、これ原資ですので、うん、皆さんお忘れのないようお申し込みください。はい。